それはともかく、魔女が姿を現したのならそちらも出るのが筋じゃないかしら。道理だな。血の流れからすると、トワ教官、どうしたんですか？お初にお目にかかる。青のジークフリードというものだ。知性の長代理として参上した。知性？それって確か魔女の始祖たちと共に鬼神を作った。しかも長代理って。100年の長きにわたり歴史から消えていた勢力が。数百年な、何言ってやがる。途方もない話みたいですね。グノーム、1200年前の真実を知る片方か。しかしあの彼は面白い。惜しいやつとは思ってたが、まさかそう来やがったとは。へえ、何やら因縁があるみたいだね。それにしてもいいね君、結社の相手にふさわしいよ。今回は顔見せに終わってしまいそうだが、見食らう蛇、よければやり合ってもいいが。その武装は？まあ今回の実験はとっくに終わっちゃったしね。これ以上は野暮ってもんだろう。後始末も必要ねえぜ。今回は退散するぜ。そっちの魔女殿を捕まえるお仕事もあるしな。そうそう、忘れてた。ギャラリーも多いことだし、いい機会だからやらせてもらうよ。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。これより名手の代理として幻影計画奪還の見届けを開始する。なんて連中。
珍しい場面に立ち会わせてもらった。これ以上の観察は不要だ。撤退しなさい、ジークフリード。了解だ。三人、そういうことだったのか。ってことは今のが知性の今の声、どこかで、うん、今の御仁はともかく気に入ったわ。ジークと呼んでいいかしら。好きにするがいい。サザーラントでも現れた鬼神とは別の灰の起動者、それにトールズ7組だったか。先ほどの勝負は悪くなかったが、我らの争いに立ち入るには遠い。せいぜい腕を磨いておくがいい。に追われてるなら少しくらい協力しても。協力者もいるから心配ないわ。それとしばらくこの地で幻獣や魔鋼兵は出現しないでしょう。プレルマ僧の目は私が一通り潰しておいたから。でも忘れないことね。すでに物語は始まっている。私が結末をすり替えようとして失敗してしまった真なる物語が、帝国を、クロスベルを、世界を巻き込む終わりのおとぎ話が。くれぐれも気をつけることね、エマ、リンク、七組のみんなも。一番よく知っているはずです。そうだね、はい。全員で埋葬にも立ち会ったんだもんな。アリサちゃんも大丈夫？少しぼーっとしてるけど。そうですね、いろいろとありすぎて頭が麻痺してるのかもしれませんが。アリサ、本当に大丈夫か？うん、平気。エマの方こそ大丈夫？そうだな、せっかくやっと会えたのに。いえ、久しぶりに顔を見られただけでもよかったです。
いろいろなことが見えてきましたね。私たち全員の今後に関わるような。ああ、真なる物語、終わりのおとぎ話か。みんなで頑張ってなんとかここまで来られたけど、僕たちじゃ手に余るような問題ばかりが見えてきたな。ほら、心機くせえ顔してんじゃねえ。そうそう、ここは胸を張らなくっちゃ。え君たちが頑張らなかったら事件も解決していなかっただろう。ああ、突入タイミングも完璧だった渡した新装備もちゃんと活用してくれたしね。ええ、あの結界が壊れたからバリマールも呼べたわけですし。まあ、少しくらいは自信持ってもいいんじゃない。あ、これで今回の要請もなんとかクリアすることができた。ユナ、クルト、アルティナ、それにミューゼにアッシュも、本当によく頑張ったな。あくまで主役は7組の皆さんですけど、一番頑張ったのはユナさんではないかと。そうだな、教官に協力して新規を倒したわけだし。あ、私は必死についていったくらいで。謙遜することはない。警察学校時代で磨いていた戦闘技術や操縦センス、第二での頑張りと思いの全てがあの戦いに込められていたと思う。あ、ありがとう、ギュナ。クロスベルの意地、しかと見せてもらったよ。はい、教官。このような場所でのお見送り、さすがに恐れ多いかと。どうかお気になさらず。今回皆さんが成したことを考えれば、いくら感謝してもしきれませんから。もう姫様、相変わらずのサービス精神ですね本来ならばミシュラムにいた面々とも引き合わせたかったところだが、全員もう解放されたのだろうね。はっ、それはもう。ノエルさん、セルゲイ課長、ダドリーさんとも連絡がつきました。エリーさんとマクダエル議長も市外に戻られたそうです。そうですか。よかったです、本当にエリーさんとは前に会ったことがあるけど、確かこの後アリサちゃんが会う約束をしてるんだよね。ええ、経済技術政策について意見交換をする予定なんです。噂は聞いてるけど、お会いするのは初めてだから楽しみで。多分あんたとはかなり話が合うと思うぜお互い多彩な趣味でいらっしゃるみたいですし。シャロンさんも回復されて本当に良かったです。安心しました。火傷も大丈夫だそうですね
ウルスラ病院の先生に入念に処置していただきましたので、肝心な場面で皆様のお役に立てなかったことは心残りですけれど。もうだからそれはいいってば。それにしても結社は結社で変なことになってるみたいね。ええ、まさか第二中が終われ怪盗紳士も遠ざけられているとは。はい、そのあたりの状況は探っていく必要がありそうね。でもいいのか、こんな状況なのにセリーヌがしばらく俺の方に来てしまっても。私も当てはありますし、しばらくは一人で大丈夫です。それに今後のことを考えると、あんたも力を制御できるようになった方がいいでしょうしね。しばらく私が鍛えてあげるわ。わかった、よろしく頼む。くれぐれも元気で、何かあったら連絡してくれ。はい、セリーヌもリンさんのことよろしくお願いね。ええ、あんたも気をつけなさい。マキアスはしばらくクロスベルに残るのか。ああ、観察業務はむしろこれからが本番だからな。改めて父さんとも話し合う必要がありそうだし、ユーシスの件でルーファス総督とももう少し話したいと思っている。そうか。なんだかんだ言ってお二人とも仲がいいですよね。あいつに貸しを作ったら大きな顔ができそうだからな。なんだかあっという間だったわね。ああ、でもまたすぐに会えるさ。アリサも数日ほどクロスベルに残るんだったか。ええ、帰りは一応母様と一緒に戻ろうと思ってる。列車砲に巨大軍需工場、問いただしたいことも多いから。お嬢様。そうか。心配しないで、これでも開発部を背負う室長だから。お互い頑張りましょう。私たちにしかできないやり方で、それがあの約束を果たすことにもつながるでしょうから。アリサ、そうだな。はい。ああ、踏ん張りどころだろう。今後どこまで君たちの力になれるかどうかわからないが、私は私でできる限りの悪あがきをさせてもらうつもりだ。それからありがとう、演奏家オリビエ・レンハイムのわがままに付き合ってくれて。こちらこそ本当に助かりました。殿下が立ち上げてくださった七組という枠組み、私たちならではの形で続けさせていただこうと思います。そうか、今後も楽しみにさせてもらおう。それと新七組の諸君も、君たちと出会えて本当に良かった。リーン君たちとはまた違う新たな風を感じさせてくれた。ティータ君も含めて、これからも君たちなりに頑張ってくれたまえ。はい。もったいないお言葉。承知しました。頑張ります。リーンさん、皆さん、どうか今後もお気をつけて。今回の視察で私も多くのことに気づかされました。私もまたリーンさんたちやお兄様のように諦めないつもりです。アルフィン殿下、心強いです、本当に。それとは別に、下司祭のパーティーでリーンさんがダンスに誘ってくださるか個人的には気になりますけど。
夏至祭のパーティーということは、ひょっとして姫様の将来のお相手候補でしょうか。教官どうなんですか。いやいや、さすがに殿下の冗談だろ。ですよね。どうでしょう。はあ、オターム村はそのくらいで、兄様も少々動揺しすぎです。アリサさん、エマさん、マキアスさん、兄を手伝ってくださって本当にありがとうございました。皆さんの絆が変わらぬどころか、むしろ強まっていること、妹として本当に嬉しく思います。エリセこちらこそありがとう。しかしエリセさん、本当にしっかりしたわよね。私たちも負けていられませんね。はあ、そうなんです、最近からかいがいがなくって。ふふ、すました隙をつつく楽しみもありますけど。もう、それと第二の皆さん、今回はきちんとしたご挨拶もできずに失礼しました。ディーンの妹としていずれご挨拶に伺うつもりですので、その時はよろしくお願いしますね。って、そうなのか。うん、エリゼさんなら大歓迎ですよ。借りも返したいですし、お待ちしています。だから本当に何をやったんだ。やれやれ、ほんと俺たちのノリに似てるっつうかですね。ちょっと羨ましいです。でも信じています、私たちも取り戻せるって。当たり気だ。お互い気張ろうぜ、ティオスケ。合点承知です、ランディさん。よろしく。手紙もいっぱい書くから、二人ともいい子で元気でね。うん、姉ちゃんも元気でな。クルトちゃんとアルちゃんもまたね。ああ、また会おう。どうかお元気で。良かったんですか、クロスベルに残らないで。ああ、もともと第二に赴任したのはあの総督に推薦されたからでな。狙いを完全に分かってたからのらりくらりとかわしてたんだが、シャーリーや赤い星座が帝国で動き始めてるなんて聞いて仕方なく引き受けちまったんだ。ランディさんの戦闘力を遠くに追いやるのが目的ですか。ああ、そうなんだろう。
だが結果的には正解だったかもな。え？表の世界でも裏の世界でも今帝国で起きつつあることはクロスベルと完全に連動している。だったら俺は遠くから援護射撃をするまでだ。帝国でリーブスで生徒たちをしごきながらな。ランディさん、私も同じです。ランディ先輩の言う通り、帝国に何かあったらクロスベルも巻き込まれると思うんです。だったらケンやナナたちのため、クロスベルのみんなのため、あがいているロイドさんたちとは別の形で頑張ることに決めました。それにクロスベルの人と帝国の人がお互い笑顔になれる、そんな未来がどこかにあるような気がしてきましたし。ユーナちゃん、そうか、すごいな君は。落ち込んでた時とはまるで別人みたいです。有望は大物になりそうだな。ってみんなしてバカにしてません？無事鳥籠から抜けたか。